宮田線とは、福岡県倉手郡小竹町の勝野駅から、福岡県倉手郡宮田町の筑前宮田駅までを結んでいた、九州旅客鉄道の鉄道路線である。全線が、福岡近郊区間に含まれていた。1980年の国鉄再建法施行により、第3次特定地方交通線に指定され、1989年12月23日に、 全線が廃止された。なお、九州では最後まで残った特定地方交通線であった。宮田線は、筑豊丹で二遊数の炭鉱であった、海島炭鉱からの石炭積み出しのため、1902年に九州鉄道の手により貨物船として開通した。1907年には、鉄道国有法により、九州鉄道が買収、国有化され、当初は、 筑豊本線の貨物支線とされたが、1912年に、勝野桐野間で、旅客営業を開始するのと同時に、1904年並びに1910年に、開業した支線とともに、桐野線として独立した。1937年には、終点の桐野駅が、筑前宮田駅と改められ、線名も宮田線と解消された。以降も、 海島炭鉱と共に繁栄を極め、最盛期には各駅から総延長2 0トルにも及ぶ専用鉄道が伸びていた。しかし、国の石炭政策の変化とともに衰退し、1976年8月に最後の炭鉱が閉山したことにより、一世紀に及ぶ筑豊炭殿の歴史は終焉を迎えた。それとともに宮田線も貨物輸送を失い、 また宮田町の衰退とともに旅客輸送も減少していった。接続路線の事業者名、所在地は宮田線廃止時。全線福岡県内に所在。累計営業キロは勝野からのもの。海島炭鉱専用線は炭鉱閉山に伴い1976年廃止。代替バスは西日本鉄道が80番、能型駅、勝野駅、 磯光筑前宮田のほぼ廃線後に並行するルートを設定、九州旅客鉄道が、能型駅宮田町筑前宮田の経路で運行を開始した。西鉄は1997年4月1日に廃止、JR 九州バスも廃止され、同時に、勝野駅から磯光、宮田への直通バスはなくなった。また、JR バスの筑前宮田への乗り入れも廃止された。 以後は、途中の経路は全く異なるが、西鉄バス地区方の10番が、能型駅、磯光筑前宮田宮若市役所間を運行、勝野駅の南西約 1km にある、小勝バス停、旧、磯光駅付近にある、磯光バス停、旧筑前宮田駅前にある筑前宮田バス停を、経由する。ただし、2020年9月30日をもって、 路線廃止となる予定である。また、JR 九州バスの大型線が従来から宮田、直方を通る形で運行されているが、宮田線との関連はない。勝野駅は、筑方本線が電化された際に、能型側に、少し移動し、宮田線専用だったホームは取り崩されている。勝野駅から分岐する地点までは、用地が残っており、駐車場になっている部分があるものの、 ほとんど荒れ地の状態である。しかし、河川にかかる橋梁は、レール以外は残っている。交差する道路を挟んで、レールはやはり撤去されているものの、路盤は、ずっと残っている。霧が、裏踏み跡となる県道461号線との交差点から、再度県道461号線と交差し、 三度県道461号線と交差する地点までは道路化され、その一部は県道98号線となっている。この道路化により、磯光駅はその痕跡もなくなり、その位置を示すものもない。その交差点から筑前宮田駅までの路盤のほとんどや、鉄橋はそのまま残っている。筑前宮田駅跡は広大な空き地の片隅に、長大なホームが残っており、 付近にあるロータリーと、霧の駅通りの看板も、この地に駅があったことを物語っている。磯光駅から分岐した菅牟田駅までの貨物、専用線も、全線道路化され、菅牟田駅もその痕跡は残っていない。ありがとうございます。